Wikipedia English writes about description and style of the rebellious slave by Michelangelo Buonarroti as follows. The rebellious slave is portrayed trying to flee himself from the fetters which hold his hands behind his back, contorting his torso and twisting his head. The impression given, which would have contributed to the spatial appearance of the monument, was that he was moving towards the viewer with his raised shoulder and knee. Wikipedia 英語版は次のように書いています。ミケランジェロの反抗的な奴隷は背中側で手を縛られた奴隷が自由になろうとしている像です。肩と膝を持ち上げ、その像を見る人に向かってもがいているその瞬間の様子を表現したものですと。広志林、浜松シティ、ジャパン。この反抗的な奴隷で注意したいことは、瀕死の奴隷とペアで現在ルーブル美術館に展示してあるという点です。そしてこの反抗的な奴隷の体を見ていただくと分かりますように、何本かの紐のようなものがですね、体を取り巻いているという点です。つまりこの奴隷なる人物はですね、つまりは束縛から解放されようともがいている奴隷ということになるということなのでしょうか。が、どう見てもこの奴隷は反抗的な奴隷というよりも拷問を受けている奴隷にしか見えないということです。ではこの奴隷とは誰なのか、今日はその謎に迫ってみたいと思います。ミケランジェロ・ブアノルティは4つの未完の大作を残しています。2枚の絵画と2つの彫刻です。その関係について簡単に説明しておきます。これが未完の大作の中の1枚と言われているマンチェスターの聖母です。この左の方に2人の人物が白抜きで描かれています。この白抜きの人物は誰かということですね。で、調べてみます。で、もう一枚の未完の大作と言われているのが、埋葬と題された絵です。右の絵です。この絵の中にもいろいろな人物が描かれています。中央がシャマーシュ・ジーザスです。処刑されたイエスということになります。そしてその右にいるのがイナンナ・マリアです。で、後の人物ですけども、私は赤い左の人物はバプティストのヨハネと判断しています。そして一番向かって右にいるのがマグダラのマリアということになります。左下はダヴィンチなる画家が描いたとされる岩窟の聖母ルーブル版です。その中に指を指している人物がいます。一般には天使あるいはガブリエルと説明されています。イエスを指さしていると一般には説明されています。つまり埋葬の左下に描かれているのは天使ガブリエルということになるのでしょうか。で、もう一人イエスの向こうに髪の毛のない人物が表現されています。この人物は誰かということですけども、いろいろ探してみましたが、最も似ているのはですね、システィーナ礼拝堂天井画の中に描かれているノアと3人の息子の中のノアということになります。まあ、これは似ているというレベルの話ということになるのかもしれません。で、先ほどのマンチェスターの聖母の中の2人の白抜きの女性らしき人物と埋葬の中に描かれている2人の人物を比較してみます。輪郭、顔が一致しています。つまりマンチェスターの聖母の中で白抜きで描かれている人物は、向かって左側がガブリエルあるいは天使ということになります。
そして右側はマグダラのマリアということになるのではないでしょうか。もう一度比較しています。左二人はですね、天使ガブリエルということになります。右二人はですねマグダラのマリアということになります。赤丸で囲った部分を注意深く比較してみてください。つまりこれら2枚の絵はこのような形で関連し合っているということになります。連続性を持っているということになるということです。左2枚はですね全く同じです。右の方はですね、まあ、似ているかなという感じですけども、細かいところを見ていくと同じなんですね。まぶたの上の腫れの表現の仕方、髪の毛の表現の仕方、輪郭などは同じです。一応ここでは小さなクエスチョンマークをつけておきます。こうして2枚の絵が関係関連性を持ってつながったということになります。左のマンチェスターの聖母の中の聖母はラミア、下半身大蛇のラミアです。そして胸の皮をペロッとめくって2人の女性がその皮を見つめています。つまりマンチェスターのマドンナはそういう絵だということです。そしてその埋葬の絵と瀕死の奴隷の絵がフンババという動物でつながります。フンババというのはシャマーシュイエスが飼っていたペットということになります。なおルーブル美術館の公式の説明によってもですね、これは猿であると書いてあります。そしてなぜ猿がここに表現されているか謎であるとも書いてありますが、これは猿ではありません。フンババです。巨大なモンスターフンババです。そのフンババをシャマーシュイエスが赤子の時から飼っていたということになります。つまり埋葬の絵の中に描かれている動物らしきものはですねフンババということになりますが、右2枚の人物を比較してみてください。胸には帯を巻いています。全く同じ帯です。そしてポーズも一方を反転すると同じになります。つまりフンババで左の人物はシャマーシュとなります。つまり処刑されたシャマーシュイエスです。そして中央の埋葬の中心に書かれているのもシャマーシュイエスということになります。そしてその瀕死の奴隷とペアで作られ並んで展示してあるのが反抗的な奴隷ということになります。私林浩司は瀕死の奴隷と反抗的な奴隷はペアで作られた彫刻であると判断しています。つまり瀕死の奴隷がシャマーシュイエスであり、そして反抗的な奴隷もシャマーシュイエスということになります。言い換えるとこうして4つのつまり2枚のみかんの絵画と2つのみかんの彫刻がですね全体として一つの物語を作っているということです。あらすじです。キリスト教の原型はシャマーシュとイナンナシタールによって作られましたが、どういうわけかシャマーシュイエスキリストはイナンナイシタールによってつまりマリアによって殺されます。その殺される様子を表現したのが右の二体の彫刻ということになります。そして左から2枚目の絵を見ていただくと分かりますように、埋葬の中に描かれているイエスは処刑される、つまり貼り付けになる前にすでにこのように瀕死もしくはもうすでに死んでいた状態ということになります。どのようにして殺されたかは右2つの像が示し、誰が殺したかについては左のマンチェスターの聖母が示しているということになります。そしてこれが1500年後のルネサンスの時代に現れたカイン・キリストから私たち人間に与えられた
メッセージということになります。続く動画の中でこれらの事実を物的証拠を皆さんにお見せしながら一つずつ証明していきます。 Bye for now。It is commonly explained that the entombment is an unfinished painting of the placing the body of Jesus in the garden tomb, now generally attributed to the Italian Renaissance master Michelangelo Buonarroti and dated to around 1500 or 1501. However, this painting is surrounded by a deep mystery. In fact,Nothing is, however, known about this painting, why it was abandoned unfinished on the way, and nothing has been explained about the blank monkey-like shape at the lower right corner, but what is it? It looks like an animal, and today's mystery is about this. Here in this video, I, Hiroshi Hayashi, will try to solve the mysteryA great mystery is hidden for Christianity in this blank as a painting. ミケランジェロの埋葬と題された絵画です。未完の大作と言われていますが、この絵画は深い謎に包まれています。実際のところ、この絵画が何であるか誰も知りません。その絵はなぜ途中で放棄されてしまったのか。またその絵は部分的に空白なままに残されてしまったのか。右下の空白部分は何かの動物、つまり猿のようにも見えますが、それは一体何なのか誰も知りません。今日の謎解きはその空白部分についてのものです。この動画の中で私林浩司はその空白部分が何であるか、その謎解きに挑戦してみます。その空白部分には大変な謎が隠されていました。ヒロシ・ハヤシ、浜松市ジャパン。もう一度最初から説明します。ミケランジェロなる画家が描いたとされる埋葬と題された絵画です。その絵画と同じポーズで描かれているのがアカデミアギャラリーに展示されているこの瀕死の奴隷と題された像です。ともにポーズが大変よく似ていますが、それだけではありません。奇妙な動物のようなものが絵画の中にも、そして彫刻の中にも表現されています。右の瀕死の奴隷の後ろに彫刻されている物体はどこか猿のようにも見えますが、この両者は大変よく似ています。ここが今日のポイントになりますから、皆さん自身でしっかりと確認しておいてください。右は見た感じ猿のようにも見えます。となると左の埋葬の中に書かれていると言いますか、ブランクになっている部分も猿ということになるのでしょうか。となるとどうしてこんなところに猿のような動物を表現したかということになります。で、正面から見た写真が手に入りましたので皆さんにご覧いただきます。で、これは本当に猿なのでしょうか、また猿と考えて良いのでしょうか、ということで今日の謎解きが始まりますが、この動物が何であるかという謎の向こうには巨大な謎が隠されていました。それこそキリスト教全体をひっくり返すような巨大な謎です。それをこの動画の中で説明しますが、その流れを簡単に話しておきます。まず私林浩司はキリスト教はイナンナとシャマン主によって立ち上げられた宗教であることを説明、証明します。
IHS、 右下の IHS はイナンナとシャマーシュの頭文字を取ったものです。次に IHS の H はヘイレル、つまりプロメテウス、ルシファーを意味するということを説明します。そしてミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵は、実は埋葬の絵ではなくてイエス自身が殺害されたという証明をします。その殺害にはマリアが深く絡んでいました。つまりイエスは処刑される前にすでに半死、つまり瀕死の状態であったことを証明、説明します。そしてその様子を表したのがアカデミアギャラリーに展示してある瀕死の奴隷と言われている像ということになります。言い換えると瀕死の奴隷は奴隷ではなくて瀕死のイエス自身であったということになります。その結果として埋葬の絵の中に描かれるはずだった空白部分の動物、あるいはそこに描かれているものは何であったかを証明します。発表済みの動画を3本つなげておきますが、一部内容が重複することをどうかお許しください。この小さな小さな謎解きの向こうには巨大な謎が隠されていました。ではまた後で。History Lee.com website writes about Shamash as follows. Shamash was considered the patron deity of justice. Most early records and writings of Sumerians hint toward the existence of the cult that followed Shamash. That means Shamash was worshipped 5,000 years ago as one of the chief lords. He held such power that his name is mentioned in the famous 18th century BC law code of Hammurabi. In the codes were written land laws directed from Shamash himself. In the law codes, Shamash is shown as the ruler and controller of the universe.His main temples were located in Larsa, Eridu, and Shippal. Today's video is about Shamash, or another name of his was Jesus, who was crucified and killed. Then, who killed Shamash, and what for? シュメールの主神の一人として5000年前から信仰されていた神、それがシャマーシュ、正義の神としても知られています。シャマーシュの名前は紀元前18世紀に書かれたハンムラビ法典の中にも出てきます。その中では宇宙の支配者として表現されています。シャマーシュを祀る寺院にはラルサ、エリル、それにシッパルがあります。今日の動画はそのシャマーシュについてのものです。つまり彼こそが十字架の上で処刑されたイエスでした。が誰がどうしてシャマーシュを処刑したのでしょうか。広志林、浜松シティ、ジャパン。今日の動画の中でその日十字架に貼り付けられ処刑された神が誰であるかを証明します。そしてその神が誰によってなぜ処刑されたか、それについて説明します。いくつか重要な外堀を埋めておきます。アグスティのヴェニチアーノの描いた絵です。この絵の中には隠し文字の形で数字が隠されていました。
ミケランジェロよりもやや後の画家ということになります。で、この中には1502という数字が隠し込まれていました。15、つまり15はイナンナ・イシュタールの神聖数です。02、つまり反対に読んで20はシャマー書の神聖数です。古来ヘブライ語は左右自由に読むことができました。右がバウンダリーストーンに表現されている神々です。このバウンダリーストーンの中では頂点にイシュタールが表現されています。8方向に伸びる金星をかたどったものです。そしてその右下に太陽の紋章をかたどったシャマー種の紋章があります。神聖数は15と20です。で、この15と20を手がかりにして謎を解いていきます。ミケランジェロ・バヌルティが描いたとされるカッシナの戦いの絵です。このカッシナの戦いの絵はベネチアーノの絵と酷似しているというよりは部分的に比較してみると同じであることがわかります。で、赤い枠をつけた人物に注意してください。同じです。右端にいる人物にも注意してください。同じです。頭には花冠をつけています。つまりこの群像の中では王であることを示します。で、左がイナンナ・イシュタール、右がシャマー種ということになります。で、右下の人物がイエスであると判断しましたが、その証拠がローマ法王の紋章の中に表現されています。中央に IHS という文字がある点に注意してください。 IHS です。この IHS については様々な解釈がありますが、私林博は I はイシュタールの頭文字、S はシャマー種の頭文字と判断しています。そして H は旧約聖書の中に出てくるヘイレル、つまりサタン中のサタン、ルシファーであるということになります。またの名をプロメテウスとも言います。つまり第一天使、堕天使、エアー、延期ということになります。
ヘイレルとは誰か、それについては現在のローマ法王が次のように明言しています。その証言をお聞きください。救世主イエスとは誰なのか。現在のローマ教皇のフランシスコ、あるいはフランシス教皇は、イエスの父はヘイレルであると明言しています。で、今ご覧いただいている動画はですね、2014年の公式ミサにおける、その様子を、録画したものということになりますが、現在この録画はですね、音声を出すことができない状態になっています。ここなんですね。正式にミサの中で、イエスの父はですね、ルシファー、なあちヘイレルであると、ミサの中で、公式に宣言してしまったわけです。で、救世主イエスはあなた様の息子ですと、ここが重要なんですね。ということを、ミサの中で、ローマ教皇の言葉というよりはですね、公式のミサの中でそのように宣言したということになります。これは大変な問題なんですよね。というのは、イエスの父がですね、ヘイレルであるとするならば、ヘイレルというのはですね、つまりはサタン、大サタンのことを言うわけです。ルシファーのことなんですよね。ルシファーイコールプロメテウスということになりますけども、ローマンカトリックの方から見ればですね、ルシファーというのは悪魔中の悪魔ということになるわけです。その悪魔の息子がイエスであるというふうに宣言してしまったものですから、ローマンカトリックの信者の間ではですね、大変大きな問題になったというわけです。今紹介しているのがですね、その部分といいますか、聖書のその部分ということになります。この中に、ヘイレルという言葉が出てきて、そして、そのルシファーというのはもともとね、明かりを灯す人という意味なんですけども、とにかくそのヘイレルの息子がイエスであるということを言ってしまったものですから、問題になったということになります。それがこの動画ということになります。他のところでは音声、今までに発表したものの中では音声がですね、使っても、今のところ問題ないものですから、もし興味のある方は他の動画の中でね、同じ部分を聞いていただければいいと思います。ともかくも、現在はこの音声が使えない状態になってますので、口頭で皆さんに説明しました。ルシファーイコールプロメテウスということになります。現在のローマ法王のフランシス法王自身がですね、イエスの父はルシファーであると宣言してしまったわけです。この発言はカトリック教徒たちに大きな衝撃を与えました。この動画はその衝撃をカトリック側の信者の一人として伝えたものです。重要部分を赤枠で囲っておきましたので、皆さん自身でご確認ください。で、話を元に戻します。ここで重要なことは、ミケランジェロの絵の中に描かれている二人の人物、左がイシュタール、つまりマリアであり、右がシャマーシュ、すなわちイエスであるという点です。そしてその中央にいるのがヘイレル、つまりルシファーということになりますが、またの名をプロメテウスと言います。人間を創造した人間側から見れば英雄プロメテウスなのか、それとも人間を勝手に改造してしまった大サタンのルシファーなのか、それはものの考え方の違いということになります。ともかくもイシュタールとシャマーシュが組んでキリスト教を立ち上げました。もう一つの証拠がその紋章にあります。左が偉大なイシュタールの八方向に伸びる金星の紋章です。そして右が太陽を表すシャマーシュの紋章ということになります。この二つを加えてできたのが現在のローマ法王の紋章ということになります。つまり
ローマ法王たちは知ってか知らずか、イナンナ・イシュタールの紋章とシャマー氏の紋章を合わせた紋章をローマ法王の紋章として使っているということになります。ではシャマー氏というのはどんな神なのでしょうか。イナンナ・イシュタールの兄とも言われています。ギリシャ神話名ヘリオスと私は判断しています。太陽の神でしたが、その太陽の神の座をですね、オリンピアンのアポロに奪われ、そしてイナンナ・イシュタールと組んでキリスト教を立ち上げたということになります。シャマーシュです。太陽をかたどる紋章に注意してください。ヘリオスの頭の周りに光線が描かれている点にも注意してください。人間の歴史上光輪、つまりハローが描かれているのはこのシャマーシュが最初と言われています。シャマーシュ sun god in Babylonia and Mesopotamia. Interesting that this sun symbol and halos adorn angels and Mary, Jesus, etc. in churches and religious art とあります。埋葬という題された絵です。そして中央にやや色が変化したイエスが表現され、そして左の女性はそのイエスに向かって指を指しています。これはダヴィンチも同じような手法で描いていますけども、その指の先にいるのがイエスであることを示すハンドジェスチャーということになります。つまり中央にいるのがイエス、そしてその向かって右側にいるのがマリアということになります。そして大変奇妙なことに、このイエスにはですね、埋葬と言いながら聖痕がどこにも描かれていません。処刑された後のイエスとしては極めて不自然なイエスということになります。頭にも傷はありません。体にも傷がありません。つまりこの絵はですね、未完成の未完の対策というふうにして逃げることによって、さらにその向こうにもっと重大なメッセージが隠されているということになります。イエスは処刑される前にすでにこのような状態であったというふうに解釈するのが自然ということになります。ではその向かって右側にいるマリアはなぜこのような表情をしているかということです。つまりマリアはイエスが処刑される以前にすでにこのようなマリアであったということになります。考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの死の背後にはマリアがいたということになるのではないでしょうか。Wikipedia writes that the crucifixion of Jesus occurred in the first century of Judea, most likely between 30 and 33 AD. Jesus' crucifixion is described in the four canonical Gospels referred to in the New Testament epistles.Attested to by other ancient sources and is established as a historical event confirmed by non-Christian sources, although there is no consensus among historians on the exact details. But why and by whom was Jesus crucified? He is Son of God, then
Why and by whom? イエスの貼り付けによる処刑は紀元後30年から33年の間、ユダヤ暦1世紀に実際あったと言われています。詳細については諸説がありますが、4つの教会福音書にそのように記録され、キリスト教以外の世界でもその事件は確認されていますが、誰がなぜイエスを処刑したのでしょうか。なぜ神の子であるイエスが処刑されてしまったのでしょうか。その事件の向こうは歴史の深い闇の中に包み込まれています。広し林、浜松シティ、ジャパン。前もって話しておきますが、この絵画は右下に未完成の部分があるため、一般には未完の大作と位置づけられていますが、本当にそうでしょうか。またそのように考えて良いのでしょうか。ミケランジェロ・ブアナノティが描いた埋葬という題のついた絵ですが、この絵はどう考えてもおかしいですね。埋葬です。つまり処刑されたイエスが埋葬されるシーンを描いたものだというのです。中央に描かれているのがイエスということになりますが、このイエスにはあるべき聖痕が書かれていません。また体も大変綺麗で、刺し傷のようなものはありません。なぜでしょうか。で、これについて、これはミケランジェロの未完の作品である、まだ完成していない作品であるというような言い方で説明されていますが、本当にそうでしょうか。もう一度この絵をしっかりと見ていただきたいと思います。この絵で最初に気になるのがこの女性ですけども、指で中央の人物を指しています。この手法はダヴィンチが岩窟の聖母でも用いられているものです。右の天使の指先に注意してください。つまりこのような形でこの先にいるのはイエスですよということを示しているということになります。つまり中央に描かれているのはイエス自身ということになります。ここをまず皆さんしっかりと確認しておいてください。となると、これは本当に処刑後のイエスなのかということになりますが、私林博士は処刑前のイエスと判断しています。またイエスの表情は大変優しく、つまり静かな表情をしています。そしてこのイエスにもひげが表現されています。短い、言うなればちょびひげのようなひげが表現されています。ダヴィンチ、ミケランジェロは処刑されたイエスについてはひげをつけて表現しています。それは今日のポイントではありません。ともかくもこの中央に描かれているのがイエスということになりますが、本当に処刑後のイエスなのかという問題です。が、何よりも気になるのは、処刑後のイエスであるならば、そのイエスを囲む二人の人物の表情がおかしいということです。二人の人物の表情をしっかりとご覧になってください。当然悲しむ、あるいは落胆する、絶望する、そういった雰囲気の場面であるにもかかわらず、二人の人物は大変冷めた顔をしています。しっかりとここを確認してください。大変冷めた顔をしています。繰り返しますが、イエスの顔は大変穏やかで眠っているかのように見えますが、その両側の人物は大変冷めた顔をしているということです。で、その前に一つ外堀を埋めておきます。これもミケランジェロ
なる画家が描いたとされるシスティーナ礼拝堂の壁画です。で、この壁画で一つ注意していただきたいことはですね、ミケランジェロは生きている人と死んでいる人をですね、肌の色を変化させて表現しているという点です。上はまだ生きている人ですね、下の人は半死、半分死んでいる人ということになります。そして死んだ人はこのような色で表現されています。色によって生きている、死んでいるを表現したということになります。これはシスティーナ礼拝堂の天井画一般にも同じ手法で使われていますから、また皆さん注意してご覧になってください。で、埋葬と題されたミケランジェロの絵に戻ります。この中央のイエスの肌の色に注意してください。健康な白い色ではありません。やや黒ずんでいます。つまりこのような形でミケランジェロはイエスは半死、半分死んでいる状態であることを示していると私林博は判断しました。で、このイエスは本当に処刑後のイエスなのかという疑問に戻ります。ところがですね、同じ構図の絵をあのダ・ヴィンチなる画家が描き残していました。これはルーベンスが模写したと言われているアンヤリの戦いの絵です。で、そのアンヤリの戦いの左下にですね、奇妙な人物が描かれています。で、まずこの絵を簡単に説明しますと、この絵は中央で2つの勢力に分かれています。そして向かって右側に竜が描かれています。竜、つまりサーペント族の象徴です。隠し絵、騙し絵の手法です。注意深くご覧ください。なお、この絵の中には何重という隠し絵が描き込まれていますが、それも今日のポイントではありません。ともかくもこの絵はそういう絵だということですね。その流れの中に左下の人物に注意してください。一見すると兵士のように見えますが、この絵の中には別の顔が表現されていました。左上を注意深くご覧ください。緑色で表現してみました。そうです、ラム族、レプタリアン族の人物が描かれています。その下は日本の法隆寺に所蔵されています侍像と呼ばれている像です。顔が一致します。つまりここに描かれているのはレプタリアンの人物であるということになります。となると、なぜこんなところにダ・ヴィンチはですね、レプタリアンの人間を描いたかということになります。今ご覧いただいているのがその写真ということになりますが、私林博が2012年前後に発見したものです。ダ・ヴィンチが知る由もなかった写真ということに、あるいは像ということになります。そしてもう一度この中央の人物を見てください。これも騙し絵です。この人物は頭から血を流していますが、血であると同時に降臨、波動を表しています。その証拠にこの人物の左手の甲には聖痕が表現されています。つまり処刑されたイエスということになります。顎の下にはちょびひげのようなものが表現されています。注意深くご覧ください。つまりここに表現されているのは処刑されたイエスということになります。そのイエスを左の人物が冷ややかにどこかニヤニヤと笑いながら見つめているということになります。この構図は先ほどから紹介していますミケランジェロの埋葬の絵の構図と一致しています。イエスと、そしてそれを見つめるレプタリアン族ということになります。手の甲に表現されている聖痕、丸印で示しましたが、聖痕に注意してください。で、そのレプタリアン、あるいはラム族の人間と思われる人物は誰かということですけども、その顔とですね、シュメールに残るイナンナ像と比較してみます。左に今ご覧いただいているのが古代シュメールのイナンナ像です。イナンナです。
そのイナンナと中央に緑で色付けした、まあ、人物の顔と比較してみてください。同じということが皆さんにも分かっていただけると思います。つまりここに表現されているのはイナンナということになるのではないでしょうか。で、その絵の構図と、繰り返しになりますけれども、ミケランジェロが描いた埋葬の絵の構図を比較してみてください。中央にイエスが描かれ、それを冷ややかに見ているイナンナ、そしてミケランジェロの絵の方では女性ということになります。イエスが処刑された後の様子を描いたものであるとするならば、誠にもって不似合いな表情ということになります。もっともここだけでしたら、その左のラム族の人間がイナンナであるとは限らないということになりますが、あのダヴィンチがこんな絵も描き残しています。東方三博士の礼拝と題された絵ですけれども、その絵の右上に隠し数字が仕込まれていました。上下反転しますと、そこに131という数字が浮かび上がってきます。この数字の書体は、セント・ジェロームの絵の中に書かれている61という数字と一致します。ともかくも131という数字が浮かび上がってきます。131というのはユダヤのゲマトリアによれば、イナンナ、イナンナを意味します。つまりここに描かれている中央の人物はマリアイコールイナンナ、イナンナイコールマリアということになります。それをダヴィンチが、東方三博士の礼拝の絵の中で示しました。こうして謎の点と点が線でつながっていきます。もう一度この場面を確認してください。ここが今日のポイントということになります。つまり右の埋葬と題された絵はですね、実は埋葬ではなくて、これから処刑されるイエスを描いたものだということになります。1500年後のイエスは、ダヴィンチ、ミケランジェロなる画家たちを使って自分の思想を私たち未来の人間に残したということになります。そして右の人物の目に注意してください。光の出ますか、影の透け方によるものだと思いますけれども、目がつり上がっているのがわかります。異様につり上がった目としても表現されているということになります。その左の、レプタリアンの目つきと視線と比較してみてください。まあ、これもある種の騙し絵、隠し絵ということになるのかもしれません。で、結論ということになりますが、イエスを挟んで向かって右側にいるのがマリアということになります。そして左にいるのが、流れからするとバプティストのヨハネということになります。そしてマリアの右横には、マグダラのマリアも表現されています。つまり考えるだに恐ろしいことですけども、イエスの処刑にはマリア、そしてバプティストのヨハネが関与していたということになるのではないでしょうか。しかもそのイエスは処刑前にはすでにこのように半死の状態であったということになります。で、最後にもう一つ謎が残ります。なぜマリアはですね、イエスとこのような関係になったか、あるいはそういう関係であったかということですけども、その謎を解く鍵がこの絵の中にありました。もう一度この絵を注意深くご覧ください。この絵を注意深くご覧ください。中央にいるのがイエスです。そして右にいるのがイナンナ
なわちマリアということになります。イエスは処刑前にはすでにこのような状態であったということになります。それを1500年後のイエスはミケランジェロなる画家を通して表現したということになりますが、その謎を解くヒントはこの山にありました。この山を注意深くご覧ください。先の尖った奇妙な山です。この山はミトラがかぶるフリギア帽と酷似しています。つまりこのような形でミケランジェロはここに描かれているのはミトラ帽をかぶるイエス・キリストであると表現したということになります。ミトラ、またの名をカトリック側は悪魔教と位置づけていますが、悪魔の帽子ということになります。それをマリアは許せなかったのではないでしょうか。ということで最後にもう一度マリアの目を見てください。イエスを見下ろす大変冷たい目として表現されています。最後に一言、冒頭で言いましたようにこの絵は未完成の部分があるため、一般には未完の大作と言われていますが、神は未完成の作品など残しません。となるとこの右下の部分はどう理解したらよいかということですけども、これも一種の騙し絵ということになるのではないでしょうか。つまりこの絵を一応未完成の大作としておくことによってですね、なぜ成功がないのか、その一理由付けをしたものと思われます。しかしこれは未完の大作ではありません。この絵自体が完成されているということです。つまりイエスはこのようにして誰かによって殺されたということになります。同じ手法は実はダヴィンチが東方三博士の礼拝、そしてあのセント・ジェロームの絵の中に残しています。一見すると未完成の作品のように見えますが、実は未完成ではなく、その未完成の部分に別のメッセージが隠されているということになります。つまりミケランジェロの埋葬について言えば、未完成に見せかけて実はその向こうに真実を積み隠したということになります。わかりやすく言えば、聖痕などがないことは未完成の絵だからだと表現しながら、実はその向こうでさらに恐ろしい秘密を隠し込んだということになります。イエスの話はここで終わりますが、イエス、つまりシャマー主はその日貼り付けになり処刑されてしまいましたが、そのイエスに代わって絵や延期はもう一人の神を人間に送ってくれました。それがマルドックということになります。そのマルドックが現在私たちの神として今の今も温かく人間を見守っています。
Sometimes, only one shot of a photograph is to open the door to the greatest mystery. Here is one of them. In response to my request, asking if there is someone who knows more about a sculpture named the Dying Slave, sculpted by Michelangelo Buonarroti, a sculpture which is now in Accademia Gallery in Florence, Italy, Noji Rinko-san replied and helped me get a very important information about the sculpture. Thank you very much for your help, Noji Rinko-san. イタリア・フロレンスにあるアカデミア・ギャラリーに展示してあるミケランジェロ作の彫刻瀕死の奴隷に関する情報を視聴者の皆さんにお願いしたところ、野地凛子さんという方から情報が届きました。時にたった一枚の写真が巨大な謎を解く鍵になることがありますが、その情報がイエス・キリストの巨大な謎を解く鍵になりました。野地凛子さん、ご協力どうもありがとうございました。広林、浜松シティ、ジャパン。Your help is needed about this sculpture, most probably somewhere in Accademia Gallery.This sculpture, sculpted by Michelangelo Buonarroti, for me to know how it is like behind his body. Is this belt like something being tied up behind his body, like a ribbon? Or is this a belt with no knot? Please let me know it, for which I thank you very much.あのダビデ像のあるアカデミアギャラリーにあると思われるミケランジェロのこの像について背中側がどうなっているかご存知の方はいらっしゃいませんか？この像の胸を巻いているベルトのようなものが結び目のあるリボンのようになっているのか、それとも結び目のないベルトのようになっているのか、それを知りたいです。ご存知の方がいらっしゃればどうか教えてください。よろしくお願いします。広志林、浜松シティ、ジャパン。以上が昨日2019年7月4日に発行した動画ですが、この動画に対して今日7月5日返事が届いていました。その返事に基づいて今日の話を進めたいと思います。これがミケランジェロ作と言われている Dying Slave、 瀕死の奴隷と題された彫刻です。で、この彫刻の背中側がどうなっているか見たいということで、野地凛子さんという方から協力いただきました。右がその背中側の写真ということになります。この帯のようなものが何かということですけれども、同じくミケランジェロ作の埋葬という絵の中に同じものが表現されています。中央のイエスと判断しています人物の胸を見てください。やはり同じような帯のようなものが巻かれていますが、その前にもう一つ謎が解けました。埋葬の右手前に色が抜けているところがあります、まあ、この抜けている部分を指して未完の対策ということになっていますが、これは猿であることが分かりました。なぜこんなところに猿が表現されているか、それも謎ですが、絵画埋葬の中に白抜きで、つまり
未完のまま残されているものが猿と分かっただけでも大収穫でした。話を先に進めます。胸の帯を比較してみます。中央上が、これが瀕死の奴隷を巻いている帯、そしてその下が埋葬のイエスの、まあ、胸に表現されている帯ということになります。この両者の帯は全く同じです。で、その帯が背中側に回って蛇のように見えるところから、これは蛇であると判断している人もいらっしゃるようですけども、少なくとも前から見たところでは蛇ではなくて帯ということになります。つまりこのことからだけでも、中央の人物がイエスですから、左の瀕死の奴隷もイエスと判断してほぼ間違いないと思いますが、念のためポーズを調べています。左右反転してみるとポーズも酷似しているのがわかります。頭の角度、力の抜けた体、そして、まあ、曲がった腰から足のポーズを注意深く比較してみてください。同じと私は判断しましたが、それだけではありません。私はかねてより処刑されたイエスはシャマーシュ、ギリシャ神話名ヘリオスであると説いています。で、そのヘリオスの顔と比較してみてもですね、左の瀕死の奴隷と言われている人物の顔とギリシャ彫刻のヘリオスの顔が大変よく似ているのがわかりますが、こんなことはですね、ミケランジェロ自身も知る由もなかったはずです。というのも、それを発見したのは私、林浩、しかも2012年以後ということになります。もっとも、この2つの像はよく似ているという範囲にとどめておいた方が良いのかもしれませんが、そこで謎が終わるわけではありませんでした。この瀕死の奴隷の背中を注意深くご覧ください。首の下です。何やらもこもことしているのがわかります。これは何かということですけども、これでまた別の謎が解けました。埋葬は未完の、つまり未完成の作品と言われていますが、もう一枚ミケランジェロは未完成の作品なるものを残しています。それが左下の絵画ということになります。左下の絵画は大変不気味な絵ということになります。この若い女性の背中を見てください。鱗のようなものがボコボコと表現されています。つまりこの鱗のようなものと同じものが瀕死の奴隷の背中にも表現されているということになります。こうして一枚の写真をもとに、謎の点と点が線でつながれていきます。で、結論ということになります。ここに表現されている彫刻、瀕死の奴隷、つまりダイイングスレイブは瀕死の奴隷ではなくて、イエス・キリスト自身を表現したものであるということがこれでわかります。つまりここに表現されているのは、処刑されたシャマーシュ、つまりギリシャ神話名ヘリオスということになります。シャマーシュとイナンナ・シタールが組んでキリスト教を立ち上げますが、どういう手違いからか、シャマーシュは殺害されてしまいます。なぜ殺害されたのか、誰によって殺害されたのか、続く動画をどうかご覧になってください。そこには空恐ろしい物語が隠されていました。 Bye for now。
長い前置きになりましたが、結論ということになります。キリスト教はイナンナ・イシュタールとシャマーシュによって当初立ち上げられましたが、そのシャマーシュは十字架にかけられ処刑されてしまいますが、それ以前にシャマーシュはすでに瀕死の状態であったということです。そしてその状態になる事件についてはですね、マリアが深く絡んでいたということです。その瀕死のイエスの様子を表現したのが瀕死の奴隷と言われている彫刻ということになります。つまり瀕死のイエスの背後に描かれている動物はシャマーシュと深く関係のある動物ということになります。ではそのシャマーシュと深く関係のある動物は何かということになります。つまり埋葬および瀕死のイエスの背後に表現されている動物は何かということになりますが、これは猿ではありません。もう一度形を皆さん確認しておいてください。これが今日のこの動画の結論ということになります。繰り返しますが、右下の向こうを向いている動物は猿なのでしょうか、あるいはそうではないのでしょうか。私林修士はこれは猿ではないと判断しました。というのもシャマーシュには自分が育てていた動物がいました。モンスターがいました。それがフンババという名前の動物です。 Wikipedia English writes about フンババ as follows. In ancient Mesopotamian religion, フンババ also spelled フワワ and surnamed Telebu was a monstrous giant of immemorial age raised by Utsu,The sun. Humbaba was a guardian of the cedar forest where the gods lived by the will of the god Enlilu, who assigned Humbaba as a terror to human beings. Humbaba についてウィキペディアは次のように書いています。ウツ、別名シャマーシュによって育てられた怪物ということになります。フアワとも表記されています。人間を恐れさせる怪物としてエンリルの意志により杉の林の守り神として定められました。ここに出てくるのがフンババということになります。シャマーシュの動物ということになります。そのフンババが瀕死の奴隷と言われている彫刻の裏側、そして埋葬の右下に描かれているいたということになります。言い換えるとミケランジェロなる画家は芸術家はフンババのことを知っていたということになりますが、同時にイエスがシャマーシュであったことを知っていたということになりますが、それはありえません。というのもイエスが処刑されたイエスがシャマーシュであると発見したのは私林博士で2012年以後のことです。で、最後は皆さん自身の目で確認していただくしかありません。右の瀕死の奴隷、つまり瀕死のイエスの背後に表現されているのが猿なのか、それともフンババなのかということです。顔を見比べてみてください。右の動物のような物体は猿なのでしょうか、それともフンババなのでしょうか。もし皆さんがここでフンババであると判断なさるならば、言い換えると林博士のシャマーシュ処刑されたイエス説がこれで完璧に裏付けられることになります。そのことをミケランジェロは知っていたということになりますが、知るはずもありません。ということはこれらの絵画そして彫刻を彫ったのはその上の1500年後のイエスということになります。なお最後に一言、フンババはジャイアント
つまり巨大だったと言われています。ですからジャイアントフンババというわけですけども、このミケランジェロの絵の中にそれが表現されています。上の部分に注意してください。この岩石のようなものに見える部分はですね、フンババであると私林博士は判断しています。右下がダイイングスレイブの中に表現されているフンババです。左に拡大してみました。反り上がった鼻、そして口ですね、牙に注意してください。赤い部分が反り上がった鼻ということになります。そして牙のようなものが表現されています。つまりこれも隠し絵、騙し絵の手法で描かれた絵ということになります。つまり中央上はフンババ、つまりジャイアントフンババということになります。巨大なフンババですね。そのフンババをですね、育てたのがシャマーシュ、すなわち処刑されたイエスということになります。もう一度このフンババを皆さん自身の目で確認してください。最後にもう一度冒頭でお見せしました部分をご覧ください。左からマンチェスターの聖母、埋葬、瀕死の奴隷、そして反抗的な奴隷です。これらの4つの未完の大作は、未完の大作ではなくて4つの大作が1つの物語を作り上げているということです。キリスト教の原型はシャマーシュイエスとイナンナ・マリアが作りましたが、どういうわけかイナンナ・マリアはシャマーシュイエスを殺してしまいます。でその殺す様子をですね、右2つの彫刻が表しているということになります。イエスは処刑される前にすでに瀕死の状態であったということです。これがこの動画の結論ということになります。